はい、こんにちは。西粟倉村の山根です。今日は鳥取に、今ね、9時半なんですけど、このね、ちょっとボサボサの頭を、こう、カットしてもらいに、こうかな、来たんですけど、鳥取のね、駅前の交差点の角にある、セクション1っていう、こう、美容院なんですけど、そこがね、通常、まあ予約して行かれるのが普通なんかな。女性の方なんかはこう結構髪をするのに時間かかるじゃないですか。僕なんかはまあ男なんで、すぐパパッと終わるんですけど、だからまあ予約もせずに、行ったらもうすぐこう待つことなくしてくださるんですよ。それ素早くパパッと切って、仕上がりもね、かっこいい感じになるんですけど、ちょっとね、もう散髪というかカットに行ってないんで、カットしていきたいと思います。ですね、今日もまた暑くなりますね。それでまたね、このビフォーアフターじゃないけど、切った後、どんなか見てください。ということで、ちょっとね、行ってきます。はい、では失礼します。